ね、有毒ネットの面白い表現の仕方がしてんなと思いましたが、2011年の4月、27か26か28か、どれかだったと思うんですが、有毒ネットで仙台から伝えている人がいるんですけども、瓦礫の状況を聞かれた時に、例を出したんですが、例えば目隠しをして、で、ゴミ集積場か何かに、行って、そこで目隠しを外されて、ここがあなたの故郷ですよというような感じですというふうに言っていたんですが、まあ、その例えは、あってあるのかもしれないですが、あんまり進められないのではないかなと思いました。で、目隠しをして、このネームどうかわからないですが、目隠しをして、枯れようというところに来て、これが、その、もう一つ何かイメージするものですよというような感じがするのです。まあ、それは極端なんですが。そういう表現の仕方はどうなんだろうなと思いましたが。